平松です。今回のテーマはもちろん Unity Creator Kit ということで、これ Unity Hub ですね。 Unity をインストールするときに使うやつで、まあ、ここが自分が作ったプロジェクトとかがあって、この下にね、使い方を学ぶってやつが、ここに Unity が公式で用意してるサンプルのプロジェクトがずらっと出てるんですね。で、まあ、こうちっちゃいんですけど、ここに初級とか中級とか書いてあって、まあ、難易度と、で、これが30分とですよね。これだと3時間25分。まあ、そのプロジェクトを勉強するのにかかる時間が、目安が書いてあるんですけど、とりあえずね、まあ、ここに入ってるやつはもう全部触ってみてほしいんですけど、まあ、特にこの初級ってついてるやつは、初心者の人はね、もう全プロジェクト開けてみるぐらいの感じでやってほしいんですけど、有名なのはね、この3つなんですよ。マイクロゲームってついてるやつですね。もう本当に基本のベースの部分だけを作ってあるので、この横スクロールアクションと、マリオカートっぽいやつと、FPS ですよね。この3つはね、とりあえずまあ入門者ですね、Unity をインストールしたての人とかはまあやってみてほしいんですけど、この3つを終えた人が次におすすめなのが、このこれですね、クリエイターキットっていう、最初についてるやつなんですけど、これも初級って書いてあって、入門者向けなんですけど、ちょっとね、でかいプロジェクトになってるんですよ。この後についてるジャンルの完成品っぽいやつ、入ってるやつで、まあこの見たらわかるんですけど、5時間とか書いてあるんですよね。なので、ちょっと重めのプロジェクトにはなってるんですけど、これがね、全部よくできてるので、で、今回、この FPS と RPG とパズルですね。これがどういうプロジェクトなのかっていうのをざっくりと解説していきたいと思います。ではまずは、この FPS からですね。で、まあこれでダウンロードできるんですけど、ここにチュートリアルを表示ってやつがあって、これ押してもらうと、こんな感じで、そのプロジェクトをどういうふうに勉強していったらいいのかっていうのが、一番最初にね、この辺とか、始め方とか、まあ、ターゲットの変更の仕方とか、ステージの作り方とかね、銃のカスタマイズとか、ゴールを作ってみようとかね、そういうのが全部書いてあるんですよ。まあ、残念ながらね、英語なんですけどね、そんなにね、難しい内容じゃないので、まあ、この辺だとまあ、とりあえずね、この Unity ダウンロードしようのところからスタートなので、クリエイターキット FPS をダウンロードする方法とか、ね、まあ、エディターの使い方なんかも解説してあって、まあすごいね、最初の初歩の初歩から全部ね、解説してくれてるんで、まあこのあたりを一個ずつ上からやっていけば、そのプロジェクトの内容は全部理解できると思うので、おすすめですね。まあ、ではどんなプロジェクトなのか見ていきたいと思います。プロジェクトを開くとこんな感じですね。まあ、ここにクリエイターキットってあって、まあこの割とね、わかりやすいシンプルな感じですね。まあシーン選んでいただいて、ね、サンプルシーン開くとこんな感じですね。こんな感じですね。画面端にミニマップとかもついてて、普通に銃も見ててっていう感じですかね。で、さっきのこのサンプルのシーンは完成品のシーンなんですけど、このテンプレートシーンってやつが、これがもう何もないキャラクターだけのシーンですね。で、まあ勉強する場合はこっちから勉強していった方がいいのかなと思いますけどね。多分今キャラクター落ちていったと思うんですけど、床がなかったので。まあ、あとはこのテンプレートルームってやつがあって、これはまあ一部屋だけあるサンプルシーンですね。で、この FPS のテンプレートで面白いのが、このレベルレイアウトっていうのがあって、これでなんか簡単にね、自分のオリジナルのマップ作れちゃうんですよ。こんな感じで。マップをどこにつなげていくのかとか。曲げてみたりとかね、分かれ道作ってみたりとか、こんな感じですごい簡単にね、マップを作るシステムがついてる、なかなか面白いんですよね。ペアをくっつけてみたり、こんな感じでオリジナルのマップを簡単に作れるようになってるんですよね。このレベルレイアウトのシステムだけでもね、結構面白いなと思って、まあ、こんな感じで普通に銃撃ってキャラクター操作して敵を倒してっていう FPS の基本のシステムに、まあ、マップを作る機能とかもついてるんで、これを改造していけば簡単な FPS とかなら全然作れちゃうんじゃないかなと思います。次はこちら、クリエイターキットのパズルですね。まあ、これも見た方が早いと思うので、一旦ちょっとサンプルのシーンを見ていきたいと思います。こんな感じですね。パズルゲームっぽい感じでレベル選択があって、
まあ簡単に言うとこの物理エンジンを使ったパズルゲームですよね。これでゴール。めちゃくちゃ簡単に言うと日本で言うピタゴラスイッチですよね。これが何もないシーンですね。スタートとゴールだけ用意されてるやつですね。この空のシーンにオブジェクトをたくさんあるのでこういうのを配置していってオリジナルのステージも作れますよっていう感じですね。これはもうすごいシンプルなプロジェクトなので学習するのもそんなに時間かからないんじゃないかなって思いますね。物理エンジン使ったパズルゲーム作りたいっていう方はですね、このプロジェクトすごい勉強になると思うので参考にしていただければなと思います。で最後にこちらクリエイターキット RPG ですね。これだけ 2D のサンプルになってるんですよ。これもサンプルをね開くとこんな感じですね。実行するとこんな感じでドットへのマップ移動できて話しかけることもできるという、まあこのマップを移動する機能とあとは NPC が設置できて会話ができて、で簡単なクエストを作る機能もあるんですね。このおばあちゃんですね、リンゴを3つ持ってきてって言ってるんです。でこれですよね。で一応アイテムもあってっていう感じですかね。家の中入ったりね、いうこんな感じで基本的には、まあ、日本の RPG で言うと村の中だけ作られてるって感じですかね。まあ、戦闘とかはないし、ショップとかもね、ないので、まあ、基本的には村1個あって、この物を集めてくるクエストっていうのがサンプルで1個作られてるっていう感じですかね。まあ、その他の部分ですね。さっき言った戦闘とかショップとかレベルアップとかね。そのあたりは自分で作る必要があるんですけど、まあ、この本当に基本の部分ですよね。街があって移動があって、その部分は全部用意されてるっていう感じですね。他のプロジェクトと同じでこういう空のシーンも用意されてるのでこれをベースにね自分でオリジナルのゲームを作っていくっていうのも全然可能ですね。まあ、マップはこんな感じですね。もともとユニティについてるタイルマップの機能を使ってる感じですね。こんな感じでまあ大体こんな感じですかね。まあ、RPG に限らずこういう 2D でトップビューのキャラクターを動かすドット絵のゲームっていう条件に当てはまるゲームであれば別に RPG じゃなくてもねこれをベースに作るっていうのは可能だと思うのでぜひ一度触ってみていただければなと思います。では Unity のクリエイターキットを紹介しました。参考になったよという方はぜひ高評価よろしくお願いします。まあ、他にもねこの Unity Hub からここについてるやつらはね全部参考になるものばっかりなので、まあ、この初級ってついてるやつがね全部終わったらこの中級のやつらも挑戦していただければなと思います。このチュートリアルっていうところにもう一番最初のもうユニティインストールしたての人がやるようなのが結構あるんですよね。もうライトを置いてみようとかね、もっと初級のやつもあるので、いきなりこういうプロジェクト触るのがちょっときついっていう方はですね、このチュートリアルの中の初級って書かれてるやつでもうこの時間が短いやつからですね、これとかこんなやつとかですね、初級の10分とかそういうやつからやっていっていただければ、いきなりね重いやつやるとちょっと挫折しちゃう可能性が高まっちゃうんでね、なるべくこの初級の時間短いやつね、初級5分とかね、こういうやつからやっていっていただいて、慣れてきたらこっちのプロジェクト選んでいただいて、さっきのクリエイターキットとか触っていっていただければ徐々にね慣れていって、で本格的にゲーム作っていけるようになるんじゃないかなと思います。こんな感じでいつもゲーム開発情報を配信しています。 Twitter、インスタもやってるのでぜひフォローお願いします。ではまた。